薬局薬局とは薬剤師が調剤を行い販売または授要をする施設調剤のみではなく規制の医薬品医療機器や一般雑貨などの販売も行っている場合もある一般に接客する場とは別に調剤室があり多くの国では調剤室について法規制が加えられている薬剤師は基本的にファーマシューティカルケアの理念に従い業務を 行う。営業時間内には薬剤師が常駐していることが求められ、また薬局の経営者が薬剤師であることを求める国も多い。フランスでは医薬品は処方箋薬品と処方箋任意医薬品に分類されており、これらを販売することが可能な業態は薬局に限られる。薬局には薬剤師を常時配置することが必要で、 一定の販売額を超える薬局では、販売額ごとに決められた人数の薬剤師を配置することを要する。ドイツでは、医薬品は、処方箋医薬品、薬局販売医薬品、自由販売医薬品に分類されている。処方箋医薬品と薬局販売医薬品を販売することが可能な。業態は薬局のみ、自由販売医薬品を販売することが可能な。 業態は薬局及び泥ゲリーに限られる。処方箋医薬品と薬局販売医薬品の販売には薬剤師を常時配置することが必要であるほか、すべての医薬品は薬局の管理者による常時対応が可能になっていることを要する。イギリスでは医薬品は処方箋医薬品、薬局販売医薬品、自由販売医薬品に分類されている。 処方箋医薬品と薬局販売医薬品を販売することが可能な業態は薬局に限られる。自由販売医薬品は一般公売店でも販売することができる。処方箋医薬品と薬局販売医薬品の販売には薬剤師を常時配置することが必要である。日本の薬局は医薬品医療機器等法に基づく様々な規制を受けている。 薬局は必ず調剤室を有しており、薬剤師が常駐して、医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤することができる。2006年、平成18年の医療法改正により、調剤を実施する薬局は、医療提供施設と位置づけられた。これにより、薬局が単なる医薬品販売店舗でなく、調剤という医療を提供する場所でもあることが、明文化された。 民間で日本初の西洋風薬局は1872年、福原有信によって銀座に設立された資生堂と言われる。薬局については薬規法2条12項にその定義が存在している。薬規法及びその施行例等ではこの定義に沿った解釈がなされる。この法律で薬局とは薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所。 その解説者が医薬品の販売業を合わせ行う場合にはその販売業に必要な場所を含むお言うただし病院もしくは診療所または飼育動物診療施設の調剤所を除く原則として薬局解説許可を受けた薬局でなければ薬局の名称は使用できない例外は病院または診療所の調剤所で個別の薬局解説許可がなくとも 薬局を名乗ることができる。調剤室がない店舗、一般販売業の店舗や、薬剤師のいない店舗、登録販売者のみの店舗では、薬局開設許可を受けられないため、店舗名として、薬局を使用できない。こうした店舗のことは、ドラッグストア、最も一般的な名称や、その和薬である薬店などと呼び、ドラッグ、薬の、薬品といった名称が採用されている。 逆に、調剤を主に行う、いわゆる調剤薬局でなくとも、調剤室を備えるなどの施設基準を満たし、薬局開設許可を受けていれば薬局である。一般用医薬品、化粧品、一般雑貨などを販売する、いわゆるドラッグストアであっても、薬局開設許可を受けていれば、薬局と称することができる。さらに、薬局業務運営ガイドラインでは、名称に薬局とつけて、 積極的に表示することとされている。薬局は医薬品医療機器等法に従って6年間の営業許可を受けることが求められる。経営に特別の資格は求められないが管理者は薬剤師であることが求められる。薬局の基本的な業務は医師らが交付する処方箋に基づいて医薬品を調剤し販売、授与することである。これは 原則的に薬剤師の独占業務であって、薬剤師は対面によりその薬剤についての情報提供や指導を行った上で販売、需要を行うこととされている。実際は調剤を行わず、保健薬局の指定も受けていない薬局も存在する。これは主に薬局製剤、都道府県知事の許可を受け、薬局が製造販売できる医薬品。 薬局製造医薬品、薬局製造販売医薬品などと呼ぶ地域もあるの、販売を目的としている場合である。また、薬局業務運営ガイドラインでは、処方箋によらない、一般用医薬品の供給に努めることとされている。これについては、店舗販売用に準じる。多くの薬局は、健康保険制度による、調剤報酬を受け取ることが可能な保険薬局である。 この保険薬局は他の医療機関から発行された院外処方箋を受け付けて調剤を行う薬局である。俗に調剤薬局とも呼ばれるが、前述の通り健康保険制度に基づく調剤を行うという点で保険薬局と調剤薬局は必ずしも同義ではない。保険薬局は独立した医療機関であるため一般道路に接続された。 独立の建物内に設けられ、その従事者と管理者といった人員や物品と会計処理が他の医療機関と明確に区別されていなければならない。医薬分業が推進されてからは、患者が複数の病院、医院、診療所から処方された処方箋を同じ薬局で一元管理することが可能になり、複数の病院にかかる場合でも、かかりつけ薬局を決めば患者ごとに、 薬剤服用歴などを管理することが実現できる。また、2008年4月1日からは、医師の許可がなくても、変更不可でない限り、患者の求めに応じて処方薬を、薬剤師が選んだ、後発医薬、ジェネリック医薬品に変えることができるように、処方専用式が変更された。これにより、患者が、先発品と後発品の選択がしやすくなっている。保険調剤を行うためには、 保険薬剤師の雇用が必要である。保険薬局は、その処方箋または被保険者証によって、療養の給付を受ける資格があることを確かめなければ、ならずまた薬剤の交付を望む者は、被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋、及び被保険者証を、被保険者が、法第74条第1項、第2号または第3号の規定の適用を受けるときは、 高齢受給者証を添えて提出しなければならない。日本薬剤師会では、かかりつけ薬局の選択基準となるように、基準薬局制度を行っている。日本薬剤師会が定めた基準を満たして、都道府県の薬剤師会の認定を受けた保健薬局は、基準薬局を名乗りことができる。ただし2015年3月31日をもって、日本薬剤師会の制度としては廃止し、 都道府県の薬剤師会ごとの制度に移行する予定である。2016年4月より、かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の仕組みを盛り込むことが中医協より答申された。かかりつけ薬剤師は患者から同意を得た薬剤師が市販薬も含めて患者の服薬状況を把握し、24時間体制で相談に応じる。必要に応じて患者宅を訪問して、 残薬の整理もする。厚生労働省の患者のための薬局ビジョンでは、以下の3つの機能を求めており、段階の世代が後期高齢者に達する2025年までに、すべての薬局がかかりつけ薬局としての機能を持つことを目指している。2016年2月12日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、 思考規則の一部を改正する省令、平成28年厚生労働省令第19号により規定された。かかりつけ薬剤師の基本的な機能を備えた上で、地域住民の健康づくりを積極的に支援する健康サポート機能を持つ薬局のこと。厚生労働大臣が定める一定の基準をクリアし、都道府県知事に届け出を行った薬局だけが、 健康サポート薬局と表示できる。BR 健康サポート薬局の多くは薬局の外にアルファベットの S サポートをモチーフに取り入れたロゴマークを表示している。制度創設から2年が経過した2018年11月31日時点での届け出数は全国で1147件。病院、診療所など 医療施設内に設置された薬局と呼ばれる施設は、法的には調剤所といい、その施設の医師の処方箋に基づいた調剤をする施設である。これには、薬局開設許可は不要であるので、他の医療施設からの処方箋を調剤することはできず、また一般用医薬品を販売することはできない。厚生労働省の医薬分業推進もあり、入院患者を除き、外来患者に対しては、 一般薬局が営業していない夜間深夜のみ調剤する医療施設がほとんどである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。